すごいのがですね、これ一瞬プリントをしているように見えるんですけど、で、そのどっちかでも、はい、こちらっと見えづらいように見えるのが。こんにちは、佐藤千茶園です。今日は、ふんだふんだの配信です。今日は、そごう千葉店岡村と、日本橋三越八橋です。情報の方は木内さん、3人でお送りいたします。よろしくお願いします。9月19日ということで、はい、だいぶ、ね、秋めいてきて秋めいてきてるんですけど、はい、まだねちょっと蒸し暑い、ねね、感じですよね、はい、ただショップの方はもうすっかり秋物になっているので、はい、これから秋本番のお洋服の楽しみ方ということで、はい、新作をご紹介したいと思います。はい、まずじゃあ情報の方、上着の方します。はい、カラーブロックプレーティングカーディガン、おサイズがフリーサイズ、お色がグリーン、ブルー、パープル、ブラックの4色展開です。はい、お値段が47,000円です。はい、こちらの方グリーンというのが、そうなんですよね、ここがグリーンなんですけど、ここはグリーンなんです。こちらが、ね、はい、イエロー感が強いですよね、はい、後ろから見ると半分のちょうどこう中心から色の配色がなんか楽しいですよね。楽しいですね。それで綺麗ですよね、はい、色の配色が全然なんかね、うん、雰囲気がまたこう半分と違うので、う違いますね、はい、ブラックの方だとちょっとそんなに濃淡はないんですけれども、ただちょっとかっこいい感じの、かっこいい感じでちょっとクールなイメージです ね、色はちょっと違うんですけど、はい、チャコールとこちらのグレー系とブラックっていう感じの配色になりますし、はい、あと私の着てるのがちょうどブルーなんですけども、ブルーの方はちょっとそんなに紺と、うん、ブルーっていう感じで、後ろの配色も、まあ、少しベージュがもうちょっと目立つのかなっていう感じですね。ちょっとおとなしめな配色ですよね。八橋さんのがパープルです。ちょっと今反対側の上下逆さまに着てるんですけど、パープル系とネイビーってことは後ろの方もこっち綺麗ですね。このパープル系が半分あってこっち側の半分がネイビーっていう感じで、はい、なんか色彩がぐっと秋めいた感じします。秋めいた感じですね、はい、で私が今通常のこちらで紹介した普通のスタンダードな着方をしてましたけど、身長161あるんですけど、ちょうど膝ぐらい、ちょっと下ぐらいまで、ちょうどいい長さですよね。いいですよね。一番ねこのぐらいが欲しいという方が多いので、はいはい、で佐藤千里はまさかの、まさかの、はい、逆着というのがありまして、はい、逆さまに八橋さんが着ていただいてます。ショート丈になるんですよね、後ろが短くて、八橋さんの身長が152ですね。小柄な方でも後ろの方もちょうどどうですかね、まあ、お尻ぐらいですか ね着方まずやってもらいましょうか、はい、先生、はい、いきます。どんな感じで後ろにこの短くなるかというかマジックがあるんですよね。通常はこのぐらいの長さなんですけど、これをそのまんま逆さまにして、はい、ちょっとクシュクシュクシュとやります、はい、そうなったこの状態をこのまんま着ます、はい、そうすると出来上がります。ボレロみたいな、ボレロのような上の方がこの私のはこう普通にこの襟の部分はそんなにならないんですけど、八橋さんがこう逆切りしてもらうとちょっとストーリーをかけてるような感覚ですね。ボリュームが上に出ますもんね。ちょっとやっぱ綺麗な色が逆さまにしても出るのかなっていう、なんかこうボレロチックな感じで、はい、なんかワンピースで合わせてね、はい、あそれでもね、かわいい、かわいいですよね。パンツでもワンピース、はいはい、スカートでも合わせやすいかなと思います。袖丈はどうですか。袖丈意外とちょっとこう長めなのかなと思うんですけど、うん、でもやっぱりこのぐらいの丈だと、うん、冬物はね、あったかいの必要なんですよね、はい、身幅もやっぱり同じようにいつもと一緒で本当にたっぷりできてますし、軽いですね、はい、このブロックの感じもちょっとこう折りがやっぱりいろんな糸が折り、ね、なされてるので、この中にちょっとループが入ってるので、はいね、ちょっとこう凹凸が出て、はい、出てる、ここも可愛いですね。秋冬ならでは、秋冬ならではでも分厚くないですし、すごくこうさらっとしてるので春先までこう結構使える、使えますね。中にね、こうやって着てもね全然
はい、きつくなる、ね、ちょうどいいぐらいですよね、はい、じゃあ、続いてプルオーバーのご紹介です。情報をお願いします。はい、マルチボーダー、ジャージプルオーバー、おサイズがフリーサイズ、お色がブラウン、ブルー、ブラックの3色展開です。お値段が33,000円です。はい、はい、色の感じがちょっと面白いです。どうでしょうか、これがブラウンですよね。真ん中のこの目立つところが、はい、多いところがブラウンですよね。ですね。でも配色はこういろいろ入ってて、両方の、そうそう、アシンメトリーになって、ね、色がまた違うのが、はいはい、すごい素敵じゃないでしょうか。ね、どうでしょう。いいですね。で、やつさんの色がブラック。ブラックなんですよね。はい、ブラックって言っても、って言ってもなんかちょっとベースがちょっとあの赤っぽかったり、グリーンっぽかったりとかして、はい、私のは、まあ、ブルーって言って、まあ、ここにちょっとからし系の色が、はい、入ってきて、やっぱりちょっとこう秋っぽい感じに、なんか秋めいたりのイメージですよね。はい、この襟の部分もちょっとこう詰まってるんですけど、そんなにこう詰まりがあるわけでもないですし、はい、ハイネックがやっぱりお嫌いな方はそこまでこう高さもないので。なんかこうちょっと程いい感じ、程いい感じで、はい、優しい感じですよね。はい、相変わらずやっぱり軽いので、とても軽いんです。ね、幅もまあまあありますよね。ありますあります。やっぱりこのぐらいに幅があると安心ですよね。ちょっと着てて楽ちんですよね。はい、それと軽い、軽いし肩も凝らないし、はい、結構ニットのイメージだとね、とてもなんかちょっと重たいってイメージがあるんですけど、そうですね、こちらはねとても軽いんです。着丈はどうですか。着丈でもやっぱこのぐらいないと、うん、結構皆さん心配してるのが、ね、この腰とお尻のあたりですね、はい、あります、あります。八橋さんが身長は152です。はい、後ろどうなんですか。後ろはね、こんな感じなんですよ。ちょうど、ちょうど隠れるぐらいですかね。ギリギリ前ぐらいまで来てますね。私も161あるんですけど、それでも今着丈はちゃんとまずしっかりありますよ ね, すよね。このぐらいあるとやっぱり短いのね、短いって感じで短いっていうけど一番ね、はい、上がるのが一番スタンダードなので、まあ、スカートでも合いますし、パンツでもいいし、っていう感じですよね。なんかこれから あのこれだけ薄手なので、薄手だけあった感じですね。はい、ちょうど使える感じだと思いますね。はい、時期から使えますよね。はい、もう重宝する感じで、一つあると便利かなっていうのがありますね。また軽いので、旅行とかにもちょっと持ってくるになりますよね。かさばらないのもいいですね。はい、じゃあ続いて、パンツの方。情報お願いします。はい、バランスドットパンツ、おサイズフリーサイズ、お色がブルー、はい、ライトグレー、はい、ブラックの3色展開です。お値段が39,600円です。サイズがちょっとね効いてますよね。そうなんですよ、軽いですよね。でも軽くちょっとこうやっぱり張り感もあるので、はいはい、どうでしょうかね。ね、八橋さんが今どんな感じで履いてますか。私ちょっと身長がないので、はい、すいません、ちょっと折ってるんですよ。実際は長さの方でもね、はい、あのこういう長さの調整がね、切れますよっていう感じで、実際はこのぐらいの長さになりますね。はい、身長が152で、で普通の長さはこれでジャストで、ジャストだとね、あのちょっと161なので、少しじゃ落とされた感じで、はい、ちょっとこう。あのバランスをとって短く履きたいなっていう時はこのぐらいで軽やかにしてもいいですし、ちょっと腰掛けにするとくるぶしがちょっと見えるぐらいの、ね、はい、こういう感じでもなりますね。そうするとここでも可愛いですね。可愛いですよね。やっぱりここがリブなので市民付きもないんですよ。だからあのどうにでも長さ調節が、はい、股上も深いですしね、どうにでもなるっていうのが佐藤繊維の、はい、このパンツの魅力ですね。すごいのがですね、これ一瞬プリントをしているように見えるんですけど、うんうん、折りなんですよね。すごいですね。すごいですよね、これ。裾も、あのここボリュームありますけど、裾がちょっと今季のすっきりこう、ちょっとあの狭くなっているので、ちょっと足長効果、はい、あのすっきりしますよね。はい、だけど、この辺のもたつきもなく、この辺とはあまり張りもあるのとかお嫌だっていう方もいらっしゃいますけど、ポッケもしっかりついてますし、何しろコロナ体型の方でもなんかこの辺がお腹周りだとかお尻の形だとかっていうのが全然出ないので、もう安心して、それとシワにならないですよね。そうですね、シワにならないので、立ったり座ったりするのも
すごいちょっとこう楽ちんな感じですね。やっぱ伸縮がね、いいですよね。座りやすいです、ね、動きやすいです。はい、すごい重宝して、これはもう3シーズンずっと使えるんじゃないですかね。使えそうです。寒くなってきたら、まあ、中にタイツだったりレギンスだったり、はい、入れていただければ、ね、はい、いいと思いますね。重宝する1枚ですよね。ちらっとソックスが見えたんですけども、はい、ソックスのご紹介も、はいはい、お願いいたします。じゃあ、はい、キリムテイストソックス、おサイズワンサイズ、お色がグリーン、ブルー、ごめんなさい、グレーそれですね。はい、で、ダークブルー、はい、はい、3色展開です、はい、お値段が3850円です、はい、この色はここですね。そうですね、この部分が色の感じですね、はい、グリーン、はい、で私が履いてるのがブルーなんですけど、可愛いですね。そうなんです、長さが意外としっかりあるので、ショートブーツからもこうチラッと見えて、はい、見えるのがちょっとまた可愛いですね、はい、すごいですよね、これグラデーションなんですよね、うん、すごくいいですね。なんかこう凹凸があって、ちょっと不思議な感じの凹凸感なんですけど、はい、ね、それがなんか綺麗な、なんかこう柄とグラデーションの大人な感じが、お花のように見えて、お花ではなくて、お花に見えますよね。お花かなと思ったら、よく見たらお花とかじゃなくて、履くとまたちょっとこう出ない。そうそうですね。なんかちょっと綺麗な。履きやすいですか？履きやすいです。うん、軽いし、すごくちょうどしっかり止まるんですよね。いいですね。きつくもなく。きつくもないです。はい、程いい感じ。程いい感じのが。ちょっとこういうのが一つあると、私なんかでもこのちょっとポイントになりますね。いいですね。全くなんか雰囲気が違う。あ、そうですね。ちょっとアクセントに、はい、足元にっていうのも ね、おしゃれですよね、はい、足元からのおしゃれっていうのもありますから、やっぱり素敵ですね。おしゃれは足元からです。そうです、本当にね。じゃ あのもうこういう、もう足元から上上着までもう、はい、あの秋一番で楽しみに行っていただければと思いますね。本日紹介した商品は、フーガフーガを取り扱っていただいている小売店、または直営店にご相談ください。近くにお店がない方は、加藤製品オフィシャルサイト、クロスイットをご覧ください。チャンネル登録、グッドボタンもぜひお願いいたします。ありがとうございました。